皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従いに神の声を聞くことができるです。聖書を読み進めていくとあることに皆さん気づくはずです。それは聖書に神様に聞き従う歩みをした方々の記録がたくさんあるということです。これは神様に聞き従う歩みで必要となる神様の声を聞くことが決して特殊な出来事ではなく、クリスチャンは誰もが神様の声を聞くことができるということを示しています。そして何より神様が私たちに対して神様に聞き従うことを望んでおられるのです。それはアブラハム、モーセ、ダビデ、使徒たちをはじめ聖書に登場する方々が神様に聞き従ったゆえに祝福されたように、神様は神様に聞き従う歩みを通して私たちを祝福したい、私たちに最高で最善の人生を与えたいと思っておられるからです。ですから神様は私たちに様々な方法で語ってくださいます。聖書、思い、予言、夢、幻、天使、天の印、摂理、直接の声、聖霊の声なき声。神様からの語りかけを受けるために、まず神様は語ってくださる方であることを信じてください。そして神様に祈り求め始めましょう。